岸田政権最後にやってくれましたね。2024年9月25日、海上自衛隊の護衛艦、さざ波が、日本の艦艇として、初めて台湾海峡を通過したとの情報をキャッチしました。今回は、台湾海峡を、初めて、海上自衛隊の護衛艦が、通過を詳しく見ていきますね。中国の批判はありますが、日本領空侵犯や鳥島近くで、遼寧の軍事演習を考えると、岸田総理が最後にやりましたね。これで台湾海峡を通過できますね。その前に解散総選挙ですが、自民党は過半数を取れるのかな。なんだか心配だな。2024年9月25日、日本の海上自衛隊に所属する艦艇が、これまでの歴史の中にあって、初めて台湾海峡を通過したという事態が報じられ、定期的に、同海峡の通過を、航行の自由作戦と称して実施している、アメリカやカナダ等と歩調を合わせたことが確認された。今回、海上自衛隊の艦艇として初となる台湾海峡の航行を実行に移したのは、高波型汎用護衛艦、艦式号、DD の4番艦である、さざ波で、広島県の呉を母港とする第4護衛隊群第4護衛隊に配備されている艦艇だ。護衛艦、さざ波は、2002年4月に起工、2003年8月月に浸水、2005年2月に収益を果たし、基準排水量は4650トン、満載排水量は6300トン、全長は 151.0 メートル。全幅は 17.4 メートル、深さは 10.9 メートルの艦隊を持つ。この艦隊に、護衛艦、さざ波は、主な兵装として、54口径の 127mm 単装速射砲を1機、旧丸式艦隊艦誘導弾の4連装発射筒を2機、マーク 41VLS 垂直発射艦を32セル、324mm の HOS-300 に3連装単魚雷発射艦を2機といった兵装が施されている。護衛艦、さざ波を含む高波型は、合計で5隻が建造され、建造元は、当時の IHI マリンユナイテッド社、現ジャパンマリンユナイテッド社が3隻、三菱重工業社が2隻を受け負った。高波型汎用護衛艦5隻は、神奈川県の横須賀基地に2隻、青森県の大港基地に2隻と東日本を中心に配備されているため、今回のさざ波のみが広島県の5基地と西日本方面に配備された艦艇となっている。今回護衛艦さざ波が台湾海峡を海上自衛隊の艦艇として初めて航行したことについて、現岸田内閣の林官房長官は翌日の26日の記者会見の際、その意図は海上自衛隊の運用に属する内容だとして説明を避けた。ただし、このような台湾海峡への海上自衛隊の艦艇の航行という事象は当然のことであるが、海上自衛隊や防衛庁の一存でその実行が決まる事案ではなく、退陣の決まった岸田内閣が諸々の事情を勘案して指示を行ったことは間違いない。とすれば、個人的には岸田内閣はアメリカやカナダ等の国々が自国の海軍艦艇を台湾海峡を通過させるにあたり標榜している航行の自由を踏まえたものと明言すべきではなかったのかという感想を禁じ得ない。同じく2024年9月13日にはドイツ海軍のフリゲート艦等の2隻が実に22年ぶりに台湾海峡の通過を行っており、同国のピストリウス国防大臣は同海域が国際水域であると明言し、国際法上で認められた航行の自由を守る意図があるとコメントしている。ドイツは、ある意味で、経済的には、日本以上に、中国市場での取引を重視してきた経緯があるが、アジア方面からヨーロッパ方面への重要な海上交易路の確保に向けて、台湾海峡を位置づけていることを国内外に示したと言えるだろう。ドイツをはじめとする、多くの西側のヨーロッパ諸国が、自国の安全保障上では、最大の脅威をロシアと定めて対処を行う中にあっても、インド太平洋地区における中国の今以上の勢力拡張に釘を刺す行動に及んだことは特筆に値すると思える。当然、中国側は、こうしたドイツ海軍のフリゲート艦等の台湾海峡の航行について、
アメリカをはじめとする西側諸国が唱える航行の自由とは、自国の主権と安全保障に反する行いだとして、強い反発の姿勢を見せた。現、岸田内閣の林官房長官は前述したように、今回の護衛艦、さざ波の台湾海峡の航行は、海上自衛隊の運用に属する内容とし、説明を避けたが、同時に、海上自衛隊の行動は、国際法と日本の国内の法令に則って実行されているとはコメントしている。これまでの歴代の日本政府の見解でも、台湾海峡は、アメリカ等と同じく、特定の国の領海には含まれない国際水域であるとの立場に立脚していたが、政治的には、中国との関係の悪化を懸念して、海上自衛隊の艦艇の航行を自粛していたと言えよう。今後も、同様に、台湾海峡への海上自衛隊の艦艇の航行を実施するのか否かについては、どの程度の反応を中国側が示すのかによって判断されると考えられるが、そのレッドラインを勘案する試金石とはなるのだろう。このように、今回の海上自衛隊の護衛艦、さざ波の台湾海峡の航行は、政治的には、中国側の反応を試すものとも言えそうだが、その実質的な理由は、同海峡を、北から南に抜けて、南シナ海において、アメリカ、オーストラリア、フィリピン、ニュージーランドとの共同訓練を実施することにあった。そのため、海上自衛隊の護衛艦、さざ波は、単独で台湾海峡を通過したのではなく、これら共同訓練を実施した各国の艦艇ともに、その行動に及んでおり、東シナ海や南シナ海で、軍事的な圧力を強める中国への牽制を複数国で行うことに意義があったと思われる。今回、海上自衛隊の護衛艦、さざ波とともに台湾海峡を南下した艦艇は、オーストラリア海軍のホバート級イージス駆逐艦の3番艦、シドニー、ニュージーランド海軍の補給艦、アオテアロアとされている。これらの日本を含めた各国の艦艇に、アメリカ海軍からは、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の33番であるハワード、フィリピン海軍のホセ・リサール級フリゲートの2番艦、アントニオ・ルナ、ジャシント級コルベットの1番艦、エミリオ・ジャシャントが加わり、ここに、参加5カ国による共同訓練が南シナ海で行われ、さらに、オーストラリア空軍からは B8A 追戦哨戒機、ポセイドンも投入された。日本、アメリカ、オーストラリア、フィリピンの4カ国は、すでに、今年2024年4月から、海上共同活動と呼称される共同訓練を行っていたが、今回は、ここにニュージーランドも加わり、中国の海洋進出抑制により、多くの国の賛同を得た形である。ことに、最近は、中国とフィリピンとの間で、南シナ海のスプラトリー諸島方面における対立が激化しており、中国海峡局の船舶からの放水や衝突などと直接対峙しているフィリピンからすれば、大きな後押しを取り付けたと言って過言ではないだろう。今回の海上自衛隊の護衛艦、さざ波らの台湾海峡なんかによる航行について、中国政府は、正式なコメントをこれまで発表してはいないが、中国国営メディアの環球時報は、情報の出資を伏せながら、以下の報道を行った。中国国営メディアの環球時報の報道の内容によれば、今回の海上自衛隊の護衛艦、さざ波らの台湾海峡なんかによる航行、それら艦艇の行動は、すべて、中国軍による追尾と監視下にあり、いかようにも対応可能な状態に置いていたとしている。中国政府のスタンスは、従来通りに、台湾は、自国の領土の一部であり、したがって、台湾海峡に対して、自国は、主権及び管轄権を有しているとしており、アメリカや日本をはじめとする、同海峡は、国際法における国際水域であるとの認識に真っ向から反対している。最大でも、幅が 200km にも満たない、中国大陸と台湾を隔てる台湾海峡ではあるが、近年では、実に、世界中の貨物船の 50% 近い数が航行している海上交易路であり、日本もここを通る物資なくしては産業が立ち行かない。カーボンニュートラルなどの脱化石燃料を謳うスローガンが、ヨーロッパ方面を中心に叫ばれてはいるとはいえ、未だ、石油や天然ガスは、日本を含む多くの国のエネルギーの中心であり、
この航路の確保は安全保障上の要と言って間違いない。したがって、最近、国内経済の悪化が伝えられる中国が、その影響によって国民が楽であろう不満をそらす意味でも、武力行使による台湾併合を現実的な手段として行う可能性が高まっていることは、非常に憂慮すべき事態であろう。すでに、日本を含むアジア諸国は、一国のみで膨張を続ける強大な中国の軍事力に対峙することは困難であり、今回の海上自衛隊の護衛艦、さざ波らの台湾海峡なんかによる航行などに象徴されるように、周辺国との協調で中国を包囲するしか選択肢はなさそうだ。2024年9月25日、日本の海上自衛隊が台湾海峡を初めて航行し、国際的な航行の自由作戦に同調したことが大きな話題となった。この行動は、高波型汎用護衛艦、さざ波によって行われ、日本の防衛政策の新しい方向性を示すものである。海上自衛隊のこの動きは、アメリカやカナダなど他の国々が定期的に実施している自由航行作戦に歩調を合わせる形となり、地域の安全保障体制強化を意図している。林官房長官は、航行が海上自衛隊の運用範囲内であることを強調しつつも、具体的な説明は避けた。しかし、航行の自由の原則を標榜する西側諸国との連携を深め、台湾海峡が国際水域であるという立場を再確認することによって、中国の海洋進出に対する国際社会の懸念に対処しようとしていることが伺える。